高志奴、高志奴は、新朝の官僚。字は字山。満州木畑人で、金の皇室ワンギャ氏の末裔。稼働総とクリーン喜びの子で、清教将軍、高志実は二。位。同二十九年に巨人となり、皆、豊八年に四氏品英定稼働に任命。同年から起こったアロー戦争の戦後処理を務め、皆、豊十年に、清二品町は獅子を運し、 翌11年1月20日に三口通商大臣に任命され、天津条約で開港した急総、天津、東州の三口を管轄、外国交渉を担当した。これは、共振農営危険の抜擢があり、彼が推進した業務運動にも加わり、天津に天津危機製造局を設立した。しかし、民衆の外国人に対する敵対感情から同地9年に、 フランス領事、アンリ・フォンタニールカボートに射撃、激怒したボートに殺害され外国人も多数殺される事件が発生すると手に負えないと見た、高志ツは直令総督祖国藩に応援を要請して交渉を任せ、自身は謝罪師として10月25日にフランスの首都パリへ赴いた。交渉は祖国藩の尽力でまとまり、人事堂で祖国藩が良好総督となり、 李光省が公認の直令総督となった。合わせて11月12日に北洋通商大臣と解消された三口通商大臣が李光省の兼任となり、高市圧は帰国後は兵部左次郎と総理各国事務が問題人に転任公所2年に休止した兄高市実の正教将軍も継承した。高所4年11月、北方の入り地方がロシアに占領されていたため、 打開のため全権大使として、ロシアの首都サンクトペテルブルクへ派遣され、翌5年10月2日に、クリミア半島のリバディア宮殿で、リバディア条約を締結した。しかし、内容は、イリ地方のロシアへの大幅な活情とロシアの経済特権などを認めた、不平等条約で、清市からは、佐相党、長のホララが非難の声を上げ、激怒した政大公は、高所6年に帰国した。 高志奴を死刑にしようとした。イギリス公使トーマスウェードの除名単願で赦免され、代わりに、ロシアへ派遣された、総サムサワが公所7年にリバディア条約を修正した、入リ条約を締結したことで清は面目を保ったが、以後活動の場を与えられず、公所19年に66歳で没した。山田、P120、岡本、P86、P93。山田、 P120P121、P 120, P 21, 今谷 P195P201、P 5, P 1, 岡本 P134P135。P 4, P ありがとうございます。